腹筋が難しい、そんな人におすすめな動画です。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回はですね、腹筋の際に力が入りすぎちゃう人、もしくはぐらついちゃう人、そういった方にはね、おすすめなたったの5回、1回につき10秒間キープしてもらいます。まず説明します。はい、いろんな腹筋があるんですけども、ついつい腹筋の際にギャッとこう力んじゃう、うっとこう力んでしまうとですね、腹筋じゃない部分に力が入ってしまって、お腹に行く力が逃げちゃうので、そういった方はね、今回のような腹筋をしてください。膝を上げてですね、頭を軽く起こして、ももをですね、自分の方に向けてこのように力を入れます。それを手で押さえるっていうことを10秒キープです。ちょっと当ててみます。ここでぐーっとね、ももと手を引き合わせる感じでぐーっと押さえながらお腹に力を入れます。ぐーで少し休みますっていうことを10秒間キープ、息を吐き続ける、で2秒間休憩します。では一緒にやっていきましょう。はい、いきます。ありがとう。お疲れ様でした。たったの5回、これでね、今の腹筋は上部、中部、下腹部、まんべんなく使えてますんで、まあ、どの腹筋したらいいのかなって迷ってる方はね、まあ、こういった腹筋がおすすめかなと思います。で、腹筋の種類っていっぱいあるんですけども、まあ、どれをしたらいいのかなって迷う人も多いと思います。迷った場合はですね、上部、中部、下腹部全体を使える腹筋を選んでください。例えばシットアップとかはですね、あれは腹筋の上部とか太ももに効くんで、まあ、エクササイズとしてやるにはいいです。ただ腹筋をつけたいって方はクランチがおすすめです。あとはお腹を引っ込めたい、お腹を少し使っておきたいって方は今回みたいな動画や、あとはプランクや逆プランクっていうのがおすすめです。まあ、自分に合った腹筋をですね、選んで行ってみてもらえたらと思います。おすすめはですね、まあ、何か一種類ばっかりをやるんではなくって、まあ、時々ね、腹筋の種目を変えることが大切です。ということで、今回たったの5回、腹筋全体に効く、腹筋が苦手な方におすすめなメニューでした。もし何かコメントあれば、動画からや、もしくはツイッターのフォローしてもらって、ツイッターの DM でコメントをお待ちしております。今日もご視聴ありがとうございました。